くなって。ごめんごめん、待たしちゃって。お疲れ様です。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。さあ、というわけで始まりました。さあ、気をつけて。気をつけて、気をつけて。気をつけて。やばいやばいやばい。気をつけて。気をつけて。はい。あの、Y のつくものですよね。そうです。はい、中の優です。中の優ですよね。はい。で、おそらくそれを知ってましたよね、来てるの。あ、はい。うわ、なんで。僕が電話したんで。ちょっと待って。この時間にタクシーが作って。福井よ。はい。福井県よ、ここ。このね、黒ギャルはね、本当に移動が上手。いや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 。もう、黒ギャルじゃないよ。もう、おじさんって言った方がいいよ。いやいやいや。お前、ちょっと。黒ギャルでもなんでもないよ。いやいや、もうレースクイーンみたいな衣装着て、今日も寒いこの服に。いや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 、本当に、はい、チャチャチャみたいな、もうひどいけども。いやーよかった。チャチャチャ。さあ、というわけで、ちょっと場所を移動しましょうか。なんか企画が…ちょっとね。来たのマジで。いや、交通費結構かかったでしょ。はい、出します。出す、はい、回してかなきゃ。それはもちろんですよ。やべー。ああそうですか、来ましたか。いや苦労しましたよ、本当にバレないように連絡取り合って到着時間と。今日はこっからの方が長くなりますから。うっそ、お前今仕事終えてきましたけど福井で、はい、そうですね。今からもう名古屋行きますけど、はい、今日はですね、うん、こちら福井県で、うん、私の肝入りのお仕事、えお子様ランチコンテストの審査員を今終わったところでやってきました。最高でしたね、はい、お子様ランチコンテスト今年一番楽しい仕事でした私は、ね、はい、結局全員1位なんじゃないでしょうかみたいなね、そういう空気の中1位はお前だって言いましたから2位はお前だしっかりとコーツをつけるというね、はい、子供たちに厳しい現実を突きつけてきました。今日帰らないですよね。ああ、まあまあまあ、お仕事で行くよもう。そうですよね、うん、じゃあヒントだけ出しようかな。違う、うん、ヒントは最終。いや最悪だ。まだ夕方じゃん。はい。嘘。山さんちょっと。うん。人気のないとこ来てもらおうか。なんかのバイバイのやつじゃん。いやもうもう食べられちゃう俺も。待て待てて。あー食べられちゃった。どういうこと？どう真似してんの？何吸い込まってんの？どういうことですか？あとは面白くしてよ。こっちのせいだろ。こっちのせいだろ、もう。福井まで来てんだから、あとは面白くしてよ。いや、お前ら買ってきたんだろ。なんだよ、これ。マジでもう。はい、というわけで、場所を改めまして。シーン。何ですか？テンションだだ下がり。さあ、というわけで、山本さん、うん。行きましょう。どこへよ、マジで。もうピンと来ますね。来ねえよ、一個も。なんでですか？なんで逆に来るんで、ピンと。山本さん。うん。福井といえば何ですか？もうズバリお答えください。福井といえば、はい、カニ。あ、一回先にボケます、カニの前に、はい、じゃあもう一回いきます。福井といえば何ですか？福井といえば、はい、タコスですかね。アッチョンブリケ。いやもう、はい、何それ。さあ一つ笑いが生まれまして、アッチョンブリケやりたかっただけじゃ今、はい、ね、何やった、ピノコでしょ、はい、そうですね、ブラックジャックのピノコ。あんまいないよアッチョンブリケっていう人。さあ一笑いあったところで、福井県といえば、うん、お米何ですか山本さん。いや福井県のお米は、はい、もうでも言っていいの？もうでもいいですよ、どうぞどうぞ。降りましたよ我々。降りました、うん、何ですか？いちほまれ。そうですね、はいはい、いやもうでもでもいちほまれのアンバサダー、はい、シンボルサポーターはもう降りましたよ、はい、そうなんですよ、はい、我々福井県のいちほまれさんから、うん、シンボルサポーターズの依頼を受けまして、はいはい、で全何回かこう YouTube で紹介しまして、はいはい、で一応それが終わったんですよ。終わったね。で CM 動画でもあの鈴木福君が、鈴木福君やってたりして、うん、まあこんなこと言ったらあれですけど、うん、もう関係ないんです。関係ねえよな、はい、関係ねえし、今ここでプロモーションを含むって出てないでしょ。出てない、出てないよね、はい、案件でもなんでもないでしょ。これなんでもないです。なんでもないでしょ。ただ、うん、やります。いやすごい、こいつすごい。いやもう仕事の依頼ないのよ、来てないのよ山本さん。だから、うん、普通の YouTuber は、うん、お仕事もらって、うん、1回やったらケツまくって逃げますけど我々は勝手にやりますよ。いや、いいのそれ、はい、大丈夫なの勝手にやっちゃって。いちほまれの企画の最後が、うん、炊飯器のスイッチを押して、うん、炊き上がったところにいた場所でおしも食べるという。やったやった。あの時に言ってるんですよ、うん、福井県行こうって言ってた、はい、で今日おあつらい向きなことに、うん、福井県にいるんですよ。いるっていうか仕事でな、別のな、
というわけですいません、うん、ちょっと黒ギャルに今持っててもらいました。えぇ、ー、さあ、山さん何こちらでございます、贈呈式を。えいやいや、ちょっと待って、ちょっと、どうぞ出してください。来ました、じゃ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 ーいや、そんなバカな、じゃーいや、そんなバカなすげえ、炊飯器にアッパー食らいましたね、今ね、勝手に入ったもうまさに今タイガーアッパーカットが食らいましたね。あ、ごめんなさい、シャープでしたね。シャープでした。タイガーじゃありませんでしたね。全然違いました。電子ジャー持ってきたの？そうなんですよ。うん。そして電子ジャーだけじゃございません。うん。なんとですね、こちらご覧ください。簡易バッテリーでございます。うわー、出た！これあるとろくな企画にならないやつ。はい。我々ついに念願だった、うん、いちごまれを福井で食べる企画。うん、いや違う、あれは、はい、東京の家からゆっくりゆっくり1時間ぐらいかけてくるっていう企画だったでしょ。はい、いやもうそれはもう死のこと言ってられません。なぜなら契約は終わってるからです。あの我々そのプロモーション案件に対して、うん、メンヘラですから。いつまでも固執しちゃう。違うのね。そうそうそう、別れたくない、勝手に家来ちゃう、別れたくない。ねえ、もう一回プロモーションさせてよっていう。やばっ。え、これって、はい、また炊くの？炊きます。うわ、車ないじゃん。でもはい、うん、あるじゃないの、立派な足が。これじゃあスイッチ押して、はい、もう分かんない、4、50分かかってたよ。そうです、これが炊き上がるまで、うん、ちょっと福井の街を散策して、うん、炊き上がった瞬間、目の前にある店で食べましょう。まあ、とりあえずじゃあ、まず先にスイッチだけ押しますか。はい、押しましょう。じゃあ、まず準備します。はい、ちょっと恥ずかしいから俺離れてるね。いや、お前、ずるいよ、それ離れるって。恥ずかしい。やばいじゃん、俺、福井駅の前で米炊いてんの。小さいの恥ずかしいから。やばい。やばいだろ、これ。炊いてるよ。ちょっと、こうなってる、ベンチが。気をつけて。福井に水平なとこないのかい。こうなってるから、あんまり。おじやになるか、おかゆになるか。こっちだ、だいぶ傾いてるじゃねえかよ。入れますよ、もうこれ。はい。はい、暗くなってもすっかり。さすが慣れた手つきで。うわ、すごっ、すごっ、今スイッチ入れたの、ひどいね。すごっ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。今たまたま、たまたまだよね。え、そういう炊飯器、今ピッて聞こえたでしょ。びっくりした、ちょうどピッてなった今。ここバーって開き出されたから。おうおうおう、着きました、イルミネーションが。いや、すごいわ。さあ、もうこれオンにしたらスタートですからね。オンにしたらスタートね。はい、さあ、じゃあ行きますよ。はい、行きましょう。一応まれスタート。50分。結構ある、結構あるよ。行きましょう。これを持って富山県まで歩きましょう。50分じゃ無理だろ。これ途中外れたらまたリセットされますからね。そうだよね、はい、うわ、重い。これ持ったままってことでしょ、はい、ルート山さん決めてください。え、なんかさ、ないの、なんかランドマークみたいなところ。城あるよ。あ、城行く、城行こうか。あ、城に何しに行くん。おかず求めて城行くん。城行く。ねえ、おかずなんて。殿様がほら、おかずくれるかもしれないから。ああ、なるほど、たくあんとかな。うんうん、めんどくせえ、寒い。しまった、ポケットに手も入れらんね。この寒さの中で作られたお米がすごく甘みを蓄えるんですね。いや、非公式ですからね。お前関係ないからな、これ、全く。やっぱ俺ってのはもう非公式なほど燃えるな。別にこれマジでコシヒカリって言ってもいいし、一目惚れって言ってもいいんだよ。いや、言わないでください。笹錦って別に関係ないもんだって。ダメです、ダメです。あ、重て、ちょうどやっぱあれだね、うん、店閉まりだしてるね。閉まりだしてるよね。うん、そうだよね、ちょっと夜だもんね。マジで福井って何があるんだろう。うわ、光がどんどんなくなってくよ。ほんとだ。郵便局とかの前止まったらどうする。そしたら、うん、U パックで食べよう。ランチパックみたいな感じで。いやいや、U パックで。パックっていうだけだけど。おかずじゃねえから U パックって。重っ。これマジで5キロぐらいじゃない、1個。いや、俺福井って言ったらさ、うん、もっとみんな一方まで炊きながら歩いてるかなと思ったけど。いねえよ、んなやつ。新潟にもいねえよ、腰から耐えてるやつ。え、群馬はみんなこんにゃく玉持って歩いてるよ。やべえだろ、その県全員。あ、いいお堀だな。お、城ねえじゃないかよ。城跡ってことここ。いや、でもさ、鈴木福君にさ、うん、俺街中でたまたまあった話したっけ。いや、してない。なんか普通に歩いてたらさ、パッて止まってさ、おはようございますって言われて、うん、えっと思ったら、うん、鈴木福ですって俺に気づいてくれて。あ、そうなんだ。そんなに面識なかったのに。そうだね、あんまり一緒になってないね。俺ピンときたね。うん、あいついいやつだね。あいつって言うな、マジで大スターだぞ俺たちからしたら。だから一歩までが本当に鈴木福になってよかった。あー、なるほど。
あれがやっぱり俺手島優とかだったら。いや、いい加減にしろ。なんでパイレットじゃダメなんだよ。あ、なんだここ。ちょっと戻ろう。あ、まだ。ちゃんと行き止まりだ。やばいわ。福井県警だった。もう価値観がない。なんで福井県警に米持って突っ込みに行くんだよ。いや、これ怪しいだろ、絶対。いや、怪しい。これ捕まるよな。なんで行き止まりが県警なんだよ。これダメだな、これな。これは戻ろう。うん、ダメだ、ダメだ。活動分けてもらう？いや、毎回やるわけじゃないのよ。犯人が頼むだけで、あれ自腹らしいよ。あ、そうなんだ。そう。それで言うと、うん、あの、俺たちファミレスでネタ合わせしてる時に、はいはい、僕です、うん、寺田心ですって言われたことあるんだよ。心君は一緒ね、一回仕事してね。そう、心君を一回有田さんの番組で一緒になった時に、うんうんうん、ファミレスでその後会って、寺田心です、そのまま帰ってたけど、俺たちの電費払ってなかったな、そういえば。いや、なあ、向こうの方が絶対稼いでるのに。なあ、向こうの方が稼いでるのに。あ、寺田様からいただいておりましたっていうな。いや、期待したんだけどな。お会計されなかったな。ショックだよ。そうだな。うわ、結構広いんだな、お城跡って。あ、めっちゃいいじゃん。どう、分かる。俺、こういうチャンネルやりたいんだよ。ちょっと一番イメージカット撮っとこうか。イメージ、向こうからカメラ振って、うん、お堀から見たら米持ってるやつがいるっていう。あ、だったった。ここ、福井県にある城跡ではたくさんの観光客でにぎわっています。おや、ふとカメラを動かしてみると、これは何だろう。なんか持ってるな。まあいいか。お堀ではたくさんの人たちが触れろや俺に。おい、観光を楽しんで。はい、俺メインの動画じゃねえのか。なんでお堀メインの動画なんだよ。お堀が綺麗なのよ。触れろや俺に。お堀がめっちゃ堀で。あ、はい。うわ、はいはいはい。何、何、怖い怖い。何、何、怖い怖い。違う違う違う。何、何、お前の預ける。いや、めっちゃ堀で。はいはいはい。何、何、はい。お堀がめっちゃ堀で。めっちゃ堀で。怖い怖い。やだやだやだ。お前が言ったボケだろ。やだやだやだ。ボケでもねえし、もう。めっちゃ綺麗だ。綺麗だね。いや、本当に箱根持ちすぎて。いや、でも超嬉しいな。二の腕パンパンおじさんだよ。二の腕パン二の腕パンパン。今日も元気に働いて。二の腕パンパン二の腕パンパンおじさん。徹子ちゃんの二の腕パンパンおじさん、ね、あのゆるえもんの嫁な。そうそうそう。うん、角刈りでサングラス。そうそうそう、ゆるえもん。今日も元気に働いて。二の腕パンパン二の腕パンパンおじさん。誰がわかる。あれ超面白いよ。みんな二の腕パンパンおじさんって検索してみてね。あれ一番面白いから。お、すごい。チンチン電車みたいな。お、本当路面電車走ってる。路面電車か。めっちゃいいじゃん。あ、神社とかあるじゃん。いいね。いいね、でかっ。しかも。いいわ、福井。お、早くお米を下ろせますように。宅年だよね。宅年ね。宅年って宅年だから。宅年だから。宅年ね。前宅とか後宅とかないから。今日炊かないとね。じゃあすごい。あれ乗ってみる？マジで。どっか行ってみるか。な、一駅だけ行かない。一駅。いいよいいよ。じゃあ一駅行ってみる？乗ってみるか一駅。乗りたいなあれ。乗るの？乗ろう。本当？初めてだ。いい旅だったな。どこだ？これはどこだ？田原町。さあ来ました。あのここで一個ちょっと一個置いていい？置いていい？置いていい？あの懸念が出てきた。どうした？持ってると蒸気めっちゃ熱いここ。と持って炊いてるって想定してないのよ多分。はいはい、シャープは。そうかそうか。シャープしてないからこれ持つとこう蒸気が熱いなこれ。おい。マジで？駅員さんが？駅員さんが YouTube 見てる。うわ。行ったこともない。なんでつまずくんここで？ねえ、なんでここでお前がつまずくん。もういい加減にしてくれよ。もうやんだよ俺ジジイと YouTube やんの。ポンコツばっかりじゃねえかよ。もうやだよもう。え、行ったこともない、うん、福井県の、うん、路面電車の田原町の、うん、女性駅員さんが、はい、YouTube 見てます。すごっ。マジで、うん、俺の可愛い女の子のファンだって。いや、それは見てないって。え、 YouTube ですかって言われたから、うんうん、あ、プライベートです。いや、そつけ。あ、結構移動してるよ。どこだここ。まだ定食とかあんじゃん。うわ、おいしそう。ここ国道だろ。オッケー。あ、やばい、もうあと10分。よし、じゃあもうこうなったらこの道をひた進んでみるか、うん、そうだな。だって狭い道って言ったらないだろ、もう。いやー、さす
なにな。ないよな。何が有名だ福井って。白エビとか。カニ。あ、カニか。カニ。あ、カニおかずに飯食えたらいいな。あとフグ。あ、若狭フグ。角曲がったら一番パーンと現れないかな。いや、そんな都合よく現れんだろ。夢じゃねえんだからよ。でも今夢みたいなことしてるんだよ。まあそうだな。夜の福井炊飯器炊きながら歩ってんだよ。そうだな。あ、表。あ、ピザあるよ。え、でも残り時間8分あります。まだ。うわ、ダメだ。ダメです。通り過ぎる。うわ、振動、ちょっと行前術って手もあるけど、これ。いやいや、8分は持たないよ。持たないな。最悪お店の中だって許可取れない場合もあるから。そうだね。しかもチェーン店だと無理なのよ。チェーン店が近かったらもう買ってもう外で食うしかないよ。席でも。え、席でもダメ？チェーン店。席でもということ。席よ。あ、お店の席じゃなくて。いや、お前でもダメよ。さあ、間もなくもう4分よ。やべ。いやー、でもパッと見なんもなさそうだけどな。どうだ。いや、これなんならもう東京から神奈川行って、うん、そしてもう一回やりましたから、うん、この続き企画のラストですから。そうな。もう絶対流せないけど、負けないでよ皆さん。頭の中でご自分で流してください。今負けないでが流れております。そうだね。はい。やだな、権利持ってないチャンネルって。まあ、炊かないでと言いましょうか。あ、うまい。うまいね。お米の音いっぱいありそうですね。あ、いいね、いいね、いいね。はい。なんだろうな。炊かれ始めた前レボリューションの、この前の部分が米になってるっていう。はい。うん、いいでしょ。前レボリューション。炊いて炊いて炊いて。あ、あ、いいね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 。炊き締めたい。あ、いいですね。いいね、いいね。喋ってないと寝て死んじゃう。雪山のレベルだぜこれ。寒くて、うん、そっちだったな今。絶命しちゃう。うわー、あと3分。やべー。あ、ちょっとでも交差点あるね。大きいところあるぞ。交差点はなんかんじゃないか。やばい、見て見て見て。あっち行こう。もっと1分。やばい。あ、やばい。なるかな。いや、こっち向こうに託そう。よっしゃ。さあ、じゃあ向こう行きましょうか。ちょっとこれもうすでに注目してない。間もなくことなるから。なっ、あっ、あ、なった。音鳴った。さあ、炊き上がりました。なったなった。今炊けたね。炊けた。はい、50分移動しました。うわー、いたたたたたた。さあ、というわけで、うん、周りを映しますか。はい、行きましょう。はい、カメラさん、周りを映してください。お願いします。じゃん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 。こちら。はい。ブライダルサロンです。最後、正直遠くで見たときに、うん、飲食店だと思って結構小走りで来たのに。ちょっといいですか。行きましょう。ウィニングイショーのお店です。やば。めっちゃ勘違いした。俺マジで遠目でなんかこうイタリアンとかさ。そう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 。いや、遠くで見たらわからんよ、これ。ちょっとレストランっぽかったのよ、きらびやかだったし。そうだよね。いや、なかったか、お店。ないね。これでも、なった以上、これお店だってことは決定ってことでしょ。食べよう。いや、ここで食わないよ。どういうこと。おかずって言ってるよ、こっちは。憧れをおかずにしよう。誰の。山本さんの。俺の。ああ、え、もしかして結婚したいという気持ちをおかずにってこと。そう。やばっ。え、これこうやって見ながら米食うの。そういうこと。やば、2人。というわけで決定、はい、もう何もありません。え、どっちする。そこの、うん、あの売り地をおかずにするか。あれ店って言わないから。あの、いつか家建てたいなっていう。いやいや、そんな気持ちおかずになんないから。それか、こっちの、うん、の素敵なドレスを見て。いいですよ。やっぱりドレスの方なの、俺見るの、はい、タキシードの方じゃないの。俺はドレスの方です。俺ドレス着たいと思ってないんだけど。じゃあ準備しますか。ちなみにこれがどう炊けたかどうか。はい、はい、いきますよ。オープン。うわ、最高。最高だ。めっちゃいい香りするわ。用意がいいな、こういう時だけちゃんと。よし。あ、美味しそう。早い。あとめっちゃいい香りね。だけマジであったけ。これはマジ嘘つかないから。マジであったけ、はい、さあ、というわけで、うん、長らくやってまいりました、うん、一応までシンボルサポーターズ、うん、結果としては、うん、福井県で一応までを食べることができます。これはもう大成功。そうかな、と言っていいでしょう。そうかな、まあ非公式だけどね。さあ、そしてなったところの一番近くの飲食店をおかずにするという話だったんですけども、うん、もう飲食店が全くありません。うん、絶望です。で、唯一明るさがあるのが、うん、ブライダル衣装のお店。ブライダル衣装のお店。はい、ここで
おかずにしてご飯食べるってこと、はい、そういうことです。やば、はい、激ヤバじゃないこれ。あと正面行かないでください。なんでなんで、あのゆっくり横から見て食べてください。え、いいじゃん、堂々とこうやって言って。なんで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 、やっぱりちょっと憧れはこう、怪しすぎる。じゃあ、いきますよ。うん、うわ、綺麗だな、うん、いやいいな、やっぱり結婚式は、うん、たくさんの方に愛された、うん、最高の時期だもんね、うん、いただきます。うん、おほー、うまっ。そんなわけねえだろ。なんでこれが合うんだよ。いや、お米はうまいよ、もちろん。合うわけねえだろ。ちょっとマジで、うん、騙されたと思って、うん、ブライダルの幸せを感じて食べてごらん。本当に甘くて美味しいから。いや、いつか俺もあれが切れるのか。よし、なんかいつもよりしょっぱい気がする。なあ、いつか俺まで切れるのかな。逃げるさ、今は一生まで食っとけ。うん、いつかそのお茶碗が夫婦茶碗になる日が来るから。なあ、既婚者。どうした、飯ってウェディングドレスに合うんだな。そうなんだよ。お前お前、今度味濃くなるから。あるのか、ちょっと味濃いか。あんま近いと。そうだな。チョコツリーのおかずになるからな。あ、本当だ。うん、ああ、こんなツリーしか家庭に入れてみたいな。クリスマス。うん、さあ、というわけで、はい、美味しかったですね。食べた、美味しかった。ちょっと近くて、これはもう味が濃すぎたよ。そうでしょう。うん。え、何これ。一本まで玄米茶？頑張ったな。ここまで炊飯器を運んできたご褒美だ。こんなのまであるんですか。飲んでくれ。はい、すごいだろ。これで俺たち全く一緒まで関係ないんだぜ今。ノラもノラですよね。ノラもノラなので。こんなお人よしいないぜ。迷惑にならないの、向こうとしては。下手すりゃ迷惑になって変なことしないでくれって言われるんじゃないの。あの、すいません、一本まででウェディングドレスで飯食うのやめてもらっていいですか。たまたまここだったのもしょうがないじゃん。でもなっちゃったからね。はい、福井県で一本まで食べましたけども、一本までの方々、はい、もう一度あいつらにやらせてみよう。本当？やらせた方がいい。こんなやつに。もしくは、福井県にはもっと美味しいものがあるのに何やってるんだと。そうおっしゃる、福井県の食品関係の会社の皆さん、お仕事お待ちしております。仕事上手だねこいつは。ここ福井には日本一の誉れがございました。その一誉れ、ご座候。下手くそ。締め方下手くそ。ポンポン。一応までまたお待ちしてます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。